皆さんこんばんは、ラリホンです。今回もブラックピットを使っていこうと思うのですが、なぜ一戦目はドンキーなんだ。呪われているよこれ絶対。ということで、まあ、できるだけねリーチの長い技を押し付けていきたいところでございますが、掴めない、掴める。下投げのね空位はねかなりパーセントが高くても入るということで、ということでうまく復帰阻止、まあ事故ることがね、事故を誘導させることができて、まあボスと日本語おかしいなちょっと。ということでコンボを稼いでいきたいが、おっと空場だな、今のはちょっとバカだな。空前で牽制するよりもね、掴み狙った方がいい説あるよねこれ。ウエスマー、まあ入るね。こもう20くらい超えたらおそらく空上の方がね有効かなと。お手玉していきたいが、いけ、なんでいやジャンプあったらワンチャンあったと思う。ここでね見せれないとね、やっぱりブランピのね良さわかんないよね。ということで事故っちゃったね。いやーかっこいいな本当に BGM とか。さてやっていきましょう。お相手はマルスですね。いやこれはリーチで逆に僕が押し付けられるのかもしれませんけど、しっかりね発生の早い技で有利を取っていきたいところ。空前で牽制していきながら DA で勝っていきたいが、マベコン決められると。黒い、あーこの方引きがうまそうで、ウエストまでコンボしっかりコンボを稼いでいって、よし OK、 もう一回、あー今のは DA で勝った方が良かったかもしれないですね。おっと捕まえて、ちょっとシールド張りすぎた、あー露骨な横火でしっかり刈られていくが OK、 掴んで空へ入りますね。今の横スマちょっと強引すぎたか。おっと怖い、 DA で買いたかったから。おっと馬のマベコはうまいっすね。横強のね、まあ、強さもねしっかり使っていきたいなと思うところです。空後で横強を当てたかったが、今のは発生の早い技の良かったかな。今のは崖上がりに横火を合わせたかったか、うまくアーマーが機能しなかった。おっと今のは前投げ展開でもよかったかな。今のはちょっとまぐれ感が強いね。まあええわ、やっていこう。つかませて横火、よっしゃ入った。これでしっかり買っていって OK、 これが強いんですよね。どんだけ下がってもね戻ってこれるんですよね、ある程度は。このね魅力を存分にね生かしていこうかなと思うのですが、パーセントがきついな。 OK、 上進ま、もう一回お手玉をしていきたいところ。おっとやっぱり押し付けられるときついね、きついね、きついきついきついきつすぎ。 OKOKOK、 あー今の上必殺で割り込めたよね、怖っ、怖すぎる。 DA で勝って、おっと今枯れないか、あー下島で買いたかった、あー掴んでくるのか迷いないね。 OK、 おっと、あいやー崖掴んだよ。先ほどのねアホプレイでしっかりと復帰はね集中してやっていかないとな、いかないなということでやっていきましょう。しっかり掴んで上様でコンボを稼いでいく。おっと今なら地上つくのか、おっときつい、すんません、ほんとすんません。今のは頑張って買っていきたいと思う。おっと露骨な横火で悲しいね。とし掴んで OKOK、 しっかりコンボを稼いでいって横様で OK、 しっかり当てていきたい。おーいおいおい、いいね、自己友達ということでね、二人とも自己中ということでやっていこうましょう。滑舌の調子が悪いね、ここめっちゃ溜めるやんけ。さすがにもう知らんと思ったらそのまま来たわ。しっかりコンボ稼いでいって
暴れを呼んだのですが、呼んでも意味ないな、暴れなんて。しっかり多段ジャンプをね、有効活用していきたいですね。しっかりコンボを稼いでいって、着地狩り上、 OK、 前投げて不規則展開、メテオ OK。 まあ多段ジャンプのね、魅力はメテオをね、狙いやすいというところもありますからね。ということで今回はここまでです。また明日会いましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。質問や検証してほしいことありましたらコメント欄によろしくお願いします。ではまた次の動画で。